子供ゾンビは大人にならない。うわ、あんま気にしたことなかったかも。いやでも村人だって大人になるし、牛や豚だって大人になるもんな。子供ゾンビだって大人になる権利があってもいいと思うんだぜ。ってことで罰だ罰。大人になれないわマリサ。子供のままでいたいぜマリサ。実は子供ゾンビだけでなく、ピグリン、ゾンビピグリン、ハスク、ドラウンドも大人に成長することはないわ。キモブは基本成長しないんだな。ただ一つだけ例外もあって、村人が落雷を受けると一致になるけど、子供村人が落雷を受けても一致に成長するのよね。謎の成長を遂げんな。クリーパーの頭をかぶってクリーパーに近づくと、クリーパーは爆発しなくなる。はいはいこれは知ってるぜ。初心者がよく勘違いするやつだよな。実はこれクリーパーの頭をかぶっても変わりなく爆発するんだぜ。ってことで今回はいただいたぜ答えはバスだな。はーい正解。なんか初めて正解した気がする。で言ってもここからがポイントで、実はモブの頭をかぶるとちゃんと効果はあるのよね。そんなバカな。例えばクリーパー、普段こちらを検知するのは16ブロック以内だけど、クリーパーの頭を装着することで検知範囲が8ブロックになるのよね。仲間だと思って気づかれにくくなるんだ。ちなみに見出し系以外の他の頭も同様の効果があるわよ。知らなかった人はチャンネル登録してくれよな。村人がたくさん増えるとゾンビが襲ってくる。ゾンビ襲撃イベントが起こるが、雪原の村だとストレイが押し寄せる襲撃イベントが存在する。ようやあったなゾンビ襲撃イベント。確か普通の襲撃と違って村人が一定以上になると押し潰しをしていようがゾンビが大量に湧くイベントだよな。そうそれそんでストレイは雪原にのみ湧くモブ。確かにストレイ襲撃イベントがあってもおかしくないと思うんだぜ。そんなものはないわマリサ。そんなものはないのかマリサ。雪原の村だろうと関係なく普通のゾンビが襲ってくるわ。なんだ惑わされちまったぜ。ピグリンは金銀ゴッドを渡すとブツブツ交換をしてくれるが、金ブロックを渡しても1回分しか交換してくれない。金インゴット9つ分なんだから9倍にしてくれてもいいだろ。さすがにこれは鑑定に時間がかかるだけでちゃんと9回分交換してくれると思う。全然大嘘よマリサ。今日エイプリルフールだっけマリサ。ちなみに金装備や武器を渡すと装備してくれるんだけど、金ブロックを渡すと持ち去られるだけなので気をつけてください。おーい私の金ブロック返せー。スニッパーは雷によって死ぬと小麦の種をドロップする。おお、確かちょっと前にカメが雷で死ぬとボールを落とすみたいな話を聞いたな。雷でドロップ品が変わるのがカメだけなんておかしいもんな。スニッパーは植物好きなイメージもあるし、今回は自信あるぜ丸だ丸。届き物ねマリサ。シンプルな悪口。実はそんな機能は一切なくて、私が作り上げたただの嘘よ。微妙なラインの嘘だな。おたまじゃくしがカエルの卵から生まれるとき最大で5匹生まれることがある。そんなに。確か鶏は最大で4匹生まれるんだよな。なのにおたまじゃくしは6匹。でもさっきのが嘘だったということは、これも実は嘘で本当は4匹なんじゃないか。ギクギクギク。なんかギクギク言ってるし、ふははもらったで罰だな。正解よマリサ。正解らしいぞマリサ。実はこれは本当の話で、おたまじゃくしはカエルの卵から2から5匹生まれるわ。これは嘘じゃないのかよ。しかも1匹だけ生まれることもないんだな。ちなみにおたまじゃくしの豆知識なんだけど、カエルはウーパールーパーと仲良しだけど、おたまじゃくしはウーパールーパーに攻撃されるわ。あと平和に生き、チャンネル登録もよろしくね。皆さんはこのブロック、何で壊しますか？コケブロックならもちろんクワでしょ。じゃあこのブロックは？実はダイヤモンドを手に入れたら誰しもが作っちゃうクワ。意外と知らない雑学があるんです。すぐ作るのお前くらいだよ。まず一つ目は適正ツール。コケブロックやスカルプ系ブロックの適正ツールがクワなのは有名だけど、実はこれらもクワが適正ツールなんです。思ってたより多いな。もともとはハサミだけが適正ツールだった葉っぱ。今やシルク付きのクワで十分になりました。ハサミ。他にもクワに効率強化をつけることで、海底神殿のボスを無視してスポンジを入手できます。エルダーガーディアン。あとはあまり知られてないマカブロック。コンズブロックや星草の俵がクワの適正ね。エアの俵はクワで取ればよかったんだ。さらにクワの攻撃力。実はジャバ版だと、どのグレードでも均一で素手と同じだわ。絶対素手より強いだろ。ちなみに統合版だとツルハシと同じね。寝るわけたんだ。そんで攻撃速度。ヒヤキンなら1だけど、ダイヤネザライトは4だから爆速で攻撃できるわ。強度クワ縛りしてたので助かります。で最後は新曲。ネザライトのクワを作ることで達成される真面目な献身は、なぜか人生について考えさせられます。なんでネザライトにしちゃったんだろう。皆さんは金が大好きなピグリン族、知っていますか？もちろんいつもブツブツ交換でお世話になっております。はい、ありがとうございます。そんなピグリン、金を与えると確かに交換してくれますが、実はコピグリンに金を与えると何も返ってきません。子供だから仕方ないとは言わせないぞ。金をあげてブツブツ交換してくれるのは大人だけ。ちなみにコピグリンは成長することもないわ。大きくなるんだぞ。さらに通常ピグリンは金装備をつけてないと敵対するけど、コピグリンはそもそも有効モブです。あれもしかしてめっちゃいい子。ソホグリンとコピグリンはとても仲が良く、よく上に乗って遊んでいる姿を見かけます。なのに大人になると狩りの対象になります。あんなに仲良しだったのに。ピグリンは金鉱石などの金系ブロックが壊されると敵対するけど、金は壊されても敵対されないわ。ピグリン的に金は金じゃないみたい。金を渡すと喜ばれます。ちなみに今や金のイメージがついてるピグリンですが、当初は生の豚肉でブツブツ交換が可能だったわ。思ったより金にがめつい感じじゃなかったんだ。今はとっても金が大好きで、たとえネザライトの装備をつけていても、金装備を優先して着るくらいには金が好きだわ。でもネザライトインゴットもパワードレールも不死のトーテムや光の矢だって拾わないじゃん。ただまらしゃい。
皆さんは耐久力1のエンチャントがついた壊れかけのツルハシ、あと何回掘れると思いますか？こんなん石1個でも掘ったらぶっ壊れちまうだろ。実はこのツルハシ、最大であと無限回掘れるんです。この子巨源壁なんですほんと。違うよ。実はみんなが勘違いしている耐久力のエンチャント。これってツールの耐久値を増やしてくれるものじゃないのか？違うよ。違うの？耐久力は耐久値を増やすものではなくて、耐久値が減りにくくなるものね。何言ってんだおめえ。例えばツルハシはブロックを掘ると耐久値が必ず1、減るんだけど、耐久力のエンチャントをつけることで、その耐久値が減る可能性が下がるわ。おうおう。耐久1のエンチャントをつけると 50%、耐久2で 33%、耐久3で 25% の確率で、ブロックを掘った時に耐久値が減るようになるわ。低確率で耐久値が減るんだな。なのでこのツルハシでブロックを掘っても、2分の1で掘れ続けるわ。ちなみに宝くじ7億円が当たる確率より、ブロックを25回掘れる方が確率低いです。みんなも7億円チャレンジしてみてくれよな。皆さんは2番目に経験値を落とすモブを知っていますか？1番目はきっとエンドラだけど、2番目とか考えたこともなかったな。あ、ゴーデンとかどうだ？強い敵ほどたくさん経験値をドロップするなら、ゴーデンもたくさん経験値を落とすだろ。実はそんなことないわマリサ。そんなバカな。ちなみにゴーデンは5ポイントの経験値を落とすんだけど、これはスカルフ系のブロックを壊しても同じ量の経験値が手に入るわ。アークブロックと同程度なのか。意外と強い敵がたくさん経験値を落とすわけじゃないんだな。それなら、村人とかどうだ？倒したことはないけど、攻撃をするととてもたくさん経験値をくれるし、意外と倒した時の経験値量はすごかったりするんじゃないよ。え？村人を倒した時、経験値は一切落とさないわ。攻撃の時持ってた経験値はいずこへ。そうだなぁ、エンダーマンとかどうだ？エンドラと一緒にいるし、なんたってエンダーマントラップっていう最強の経験値トラップがあるくらいだ。経験値といえばエンダーマンに決まってるんだぜ。正解よマリサ。悲しいんだぜマリサ。ちなみにエンダーマンの経験値も5ポイント。え、てかエンドラの経験値っていくつなん？1万2000よ。皆さんは2番目に経験値を落とすモブを知っていますか？意外とピグリンブルートとかじゃないのか？ゴーデンが追加されてからこっそりと5大ボスと言われるようになってるし、しかも何気に体力は50、攻撃力は19と最強クラスに匹敵するもんな。さすがにこれならちょうど経験値量も2番目くらいじゃないか？いいけど不正解よマリサ。いいけど不正解なのかマリサ。実はピグリンブルートの経験値量は3位。ちなみにエンドラが1万2000ポイントなのに対して、ピグリンブルートは20ポイントね。もうちょい頑張れ3位。でもやっぱ強いモブが経験値をたくさん落とすってのは合ってるのか？ってなるとラベジャーとかも結構高かったり。ピグリンブルートと同率3位ね。やっぱ意外と高いんだな。そうなるとアイアンゴーレムとかも高そう。アイアンゴーレムは体力が100で、攻撃力は上位の30超え。さらに溺れることもなくノックバック耐性もあるし、5大ボスのピグリンブルート完全上位互換と言えるだろう。正解よ。ほえ、アイアンゴーレムは鉄とチューリップしか落とさず、経験値を一切落とさないわ。村の守り神を倒すような不届き者なんかまままさかいないよな。ってなるとやっぱ2番目に経験値を落とすモブは。皆さんは2番目に経験値を落とすモブを知っていますか？さすがにそろそろ当てちゃうぜ。確か前回はピグリンブルートやラベジャーが3位ってのは分かったんだったな。そういえばコメントで教えてもらったんだけど、スライムってたくさん分裂するしそれらも経験値を落とす。ってなるとかなりの量の経験値を落とすんじゃないか？合ってるようで間違ってるわマリサ。間違ってるらしいぞマリサ。スライム台を倒して最大で分裂した場合は、確かに28ポイントも経験値を落とすわ。3位のラベジャーやピグリンブルートも超えてるじゃん。ちなみに最小で1ポイントよ。そりゃ3位に入れねえわ。となると3大ボスのエルダーガーディアンとかどうだ？やっぱ今までの傾向から見るに強いキャラが経験値を落とすのか？でもアイアンゴーレムはゼロだったしな。とはいえ敵対だしボスのエルダーガーディアンはかなり多い経験値を落とすはずだ。合ってるようで間違ってるわマリサ。高い目だなそれマリサ。エルダーガーディアンの経験値量は10ポイント。ちなみにガーディアンやブレイズ、エゴーカーと同じね。3大ボスなのに手下と同じなんだ。ってことは3大ボスのイザーとかも微妙なんじゃない？大正解よマリサ。長きにわたる戦いだった。イザーの経験値量はなんと50ポイント。みんなもぜひイザーで経験値を稼いでみてね。でもエンドラって確か1万2000ポイントじゃなかった。